はい、本日はですね、ノースフェイスおすすめのパンツ5本を紹介していきたいなというふうに思います。でですね、ちょっと今ですね、もう完全花粉で目と鼻がやられてる状態で、ついさっきですね、鼻毛出てたから鼻ゴーストしたんですよね。そしたらより花粉が入ってきて辛い状態にはなってきてるんですけども、まあそんなこと言いながらも毎日やっていこうということで、今日はパンツの紹介していきたいなというふうに思います。でですね、ここにずらっと並んでるのが、パンツが5本あるんですね。で、これが全部ノースフェイスのパンツになってて、全部違う形のパンツを、ここにはあるんですけども、まあそれぞれをですね、まあちょっとどういった方におすすめなんかみたいな話をしていきたいなというふうに思いますので、もう早速ですねお話していこうと思うんですけども、今日の流れだけ先言っておきますね。今日の流れはまず1本1本、これはこういう人におすすめです、でこういうところがちょっとデメリットではありましたみたいな話を使っていった僕が感じたことをお話ししていって、でそれを5本紹介して終わりという、まあ至ってシンプルな感じの動画になってますので、あんまりちょっと長くするとちょっと花粉の方が持たないということで、ちょっとショートバージョンでいきたいなというふうに思いますので、お付き合いくださいということで、まず一番最初は前からいきましょうか。まずこちらのインサレーションパンツになってます。でこれがですね、どんな方にまずおすすめなんかでここに書いてあるんですよね。ちょっと見ておこうか。よし、 OK ということで、これは、どんな方かっていうと、冬のお供に最適っていうことになってますので、まあインナーの中綿が入ってるっていうことなので、やっぱり冬場に特に活躍するんじゃないかということで、でこういった中綿の入ってるパンツってどうしてもこうなんていうんですかね、モコモコしたりとかちょっと動きづらいっていうイメージがあったんですけど、これ実際履いてみたら結構なんていうんですかね、生地的にはもちろんこうやってナイロンのモコモコが入ってるところもあるんですけど、全部に入ってるっていうわけじゃなくて、後ろ側とかはもう全く入ってなくて、さらにニット素材とかなんで意外とこう馴染みやすい感じになってたりするので、まあ、履き心地もいいし、なおかつあったかいっていうことなんで、まあ、冬場にノースフェイスのパンツが欲しくてちょっと寒がりなんですっていう方なんかに関しては、もうこのパンツ一着でしょうという感じになってるぐらい、まあ、履きやすいパンツになってるのかなというふうに思いますので、冬場のパンツといえばこちらのインサレーションパンツがまずおすすめかなというふうには思います。まあ、シルエット的にも結構細めのシルエットになってるので、もちろん、部屋着として使うのもありなんですけど、まあ、普通にその外着というか私服として使うっていうのもできるようなパンツになってるっていうところが、まあ、特徴になってるんじゃないかなと思います。今のところデメリットとしてはやっぱりちょっと中綿が入ってるということで、ちょっと取り扱いがめんどくさいので、洗濯とかっていうのが一応洗濯機では回せないっていう表記にはなってたりするので、まあ、愛する彼女であったり嫁さんとかに手洗いしてもらったり、愛する娘さんに手洗いしてもらうことになっちゃうかもしれないんですけども、まあそういうのがないよって方は僕みたいにですね、ご自身で洗ってもらうというような感じになってるっていうのがちょっとデメリットではあるんですけど、まず1つ目がこちらのパンツになっております。では2つ目のパンツっていうのがですね、唯一これだけちょっと色が違うんですけども、ニュートープっていうちょっと緑っぽい色味になってるんですが、こちらのパンツがですね、ドーローライトというパンツになってるんですね。このパンツの特徴としては、これなんて書いてあったっけな、あ、そうですね、意外と好みの分かれるパンツということになってですね、このパンツは結構なんていうんですかね、それこそ前言ったみたいに結構好み分かれるんですよね。なんで好み分かれるんかというとですね、これだけ唯一生地がですね、ポリエステルなんですね。でポリエステルの生地、まあ、あんま生地知らん人がさ、ぐらいやと思うんですけど、このポリエステルの生地って何て言うんですかね、独特な質感なんですよね。独特な質感っていうと、まあ何て言うんですかね、やっぱりジムとかで着る用の運動ウェアみたいな感じの生地感がしてるんですけど、見た目はそんな感じしないじゃないですか。なんか普通のパンツ、おしゃれパンツ、イージーパンツみたいな感じだけど、こう生地感がどっちかっていうとこうジムっぽい感じなんで、静電気が僕結構起こるんですよね。だから履いてたりとかしたら結構脱ぐともうバチ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 言ったりするんで、まあその辺が僕個人的にはちょっとあれかなみたいな感じでは思ってたりするので、見た目のシルエットとしては結構綺麗にストーンと落ちてくれるので、まあ例えばこのパンツの下にパンツとか合わせたりしたらめちゃくちゃ綺麗にはまるし、そういうスタイルがお好きな人とかにはほんまにぴったりだと思うんですけど、まあ僕も別にそういうのが嫌いなわけではないんですが、いかんせんこのなんていうんですか、静電気がこれだけ異常にすごいので、ちょっと僕個人的にはもう最近履いてはないんですけども、まあそういう意味で当たる人と当たらない人の差が結構激しい感じにはなってるんかなというふうに思いますので、一応これはねポリエステルにはなってるんですけど、ポリエステルでも若干ストレッチ性が効いてたりはするので、まあ、この辺なんかもしっかり考えられて作られてるので、例えば旅行とかに持っていくってなったりしても、こうやってくしゃくしゃにするじゃないですか。でくしゃくしゃにしてポンって掘り込んでも、ちゃんとこのソロテックスっていう生地がこう復活するんですよねっていう生地を採用してるので、あんまりシワとかになりにくかったり、この復元率が高かったりとかっていう、まあ、特徴もあったりするので、まあ、旅行行かれる方とかやったらこうやって持ち運びにも適してるし、乾きも早いしっていうことでいいんかなというふうに思うんで、まあ、そういうところではっきり分かれるんかなというふうでは思いますね。はい、っていうのが、好みが分かれるパンツドーローライトということになっております。では次のパンツいきたいなと思います。ではこちらのパンツですね、まあ、黒やからはっきり分からないと思うんですけど、これだけ唯一防水のパンツなんですよね。でこのパンツの名前っていうのがクライムライトシップパンツというパンツになってて、まあ、このパンツを一言で言うなら全天候カバー
ということになっているので、もう本当にちょっと晴れてる日から曇ってる日、もちろん雨の日、雷の日、雪の日、どんな日でも履けるっていうことになってて、まあ元々が登山用やったりするっていうところもあってですね、ちょっとゆったりめに作られてるというか、この中にあのパンツを履くこと考慮されてるので、元々ちょっと太いんですよね。だから、まあ、例えば一般の使い方で言うなら、あの制服とか着る仕事あるじゃないですか、まあ、制服着てますと、でその上からこのパンツ履いちゃえみたいな、でそのまま仕事行っちゃえみたいな、でバイク乗っちゃえみたいな感じで使えたりもできたりもしますし、それ以外にやったらこれどうなんですかね、使い方次第やとは思うんですけど、ほんまになんかスノボーとかでも使えるんちゃうかなって思えるような感じで、この裾のところがですね、あのチャイナドレス仕様になってるんですよね、まあ、なのでここのジップを開けてあげるとこんな感じでブーツとかも履いたりとかできるようになってたりもするので、まあ、この辺なんかはほんまボードでも使えるし、もちろん普通 あの日常でも使えたりするので、まあ、全天候カバーしたい方なんかにはおすすめのゴアテックスのパンツになってるんじゃないかなと思います。生地的にもめちゃくちゃ薄い生地になってるので、こう重ね履きしたりしてもあんまもたつかないんですよね。すっきり履けるんで、まあ、そういったバイクとか、あとはまあ外で作業される方なんかには結構おすすめのパンツになってくるんじゃないかなと思います。これが唯一、ゴアテックスという防水防風の生地を使ってるパンツですね、僕が持ってる中では。では次に行きたいなと思います。では次がですね、こちらのパンツで、なんやったら僕が一番着用回数多いんちゃうかっていうぐらいの、これがバーサタイルパンツというパンツになっててですね、あの夏場になったらバーサタイルショーツっていう、これの短いバージョンが結構街中で履いてる方多いんですけど、バーサタイルパンツってこれロングバージョンなんですよね。でロングバージョンで、ただ普通のロングかなと思ったら、このちょっと裾のとこがキュッて絞ってあったりとかするし、なおかつ生地も結構薄めな感じやねんけども、シャカシャカしてる感じで、まああのトレンドっぽいというか、今の流行りっぽい感じの履き方ができるようなパンツになってるんで、僕に関してはこれ XL までサイズ上げてあえて太く履いてたりするんですけど、まあ、そういったこう今のスタイルに合わせやすいようなまあ感じにはなってるので、ちょっと定番からは離れてはいてるんですけど、まあ、おすすめの方、例えばゆったり履きたい方とか、まあ、ちょっとこう今ちょっと履いてるじゃないですか、そういうちょっとゆったりめの感じ、ただそういうのが好きな方とかはもうめちゃくちゃドストライクやと思うんですけど、結構スタイリッシュに細くパンって履きたい方なんかには全然向いてないパンツにはなったりするので、まあ、そういう感じのパンツかなって感じですね。まあ、ただ生地が薄いので、これから真冬になってくると寒いと思うんですよね。だからまあこれから冬はあんま使うことないかもしれないんですけど、メインとしては秋春とかぐらいに履けるような生地感のパンツですね。ほんまにバーサタイルショーツっていうこの半ズボンと生地が全く同じなんですよね。それは半ズボンと生地一緒やったら冬履かれへんでっていうことになるので、まあこれは季節の変わり目なんかのちょうど洋服迷った時なんかにパンって履くぐらいがちょうどいいんちゃうかなというようなパンツになってるので、これを一言で言うと何て書いてあるんだろうな、あトレンド感満載って書いてますね。はい、まあもう言ったんで、それで最後に行きたいなと思います。ではですね、最後のパンツっていうのが、まあこれはもう一番ノースフェイスでまず一番最初に買うべきっていうアルパインライトパンツというパンツになってますね。キャッチフレーズも最初に買うべき一本って書いてるんですけど、僕自身も一番最初に買ったパンツっていうのがこのアルパインライトパンツなんですよ。でこれが5年6年ぐらい前に買ったパンツで、相当履き古してるんですけども、まだまだ履ける。でこれがなんで一番最初に買うべきパンツなんかっていうとですね、やっぱりストレッチ性とかがめっちゃ効いてるんですよね。だから履いててめちゃくちゃ楽やし、スポーツでも履けるし、ランニングとかでも履けるし、でそれでいて生地感もちょうど普通ぐらいの生地感なんで、真冬とか真夏とかに寄ってないんですよ。だから1年通し履けるようなパンツになってるんで、まあ、一番最初にパンツ、ノースフェイスのパンツがどうしても欲しいっていう方なんかは、まあ、これが一番最初に候補に上がってくるんかなと思うんですけど、まあ、あとはそれぞれの用途で、例えば冬場やったらさっき言ってたインサレーションパンツ、一番最初のやつが良かったりすると思いますし、まあ、全天候カバーしたい、雨も履きたいってやったらクライムライトジップパンツやったりするかなというふうには思うので、まあ、それはそれぞれの用途に合わせてもらったらいいと思うんですけど、別にそんなんじゃなくて、オールマイティにもう一本履きたいんですが、それはどうしたらよろしいんでっかいう話になってきたらこれですせいような感じになってくるので、まあ、アルパインライトパンツは良かったんじゃないかなと思います。まあ、僕個人的にも気に入ってはいてるんですけど、まあ、これから先追加で買うかって言われたらそんな感じではないので、まあ、一番最初に買ってて、まあ、絶対間違いではないなというふうには今でも思ったりはするので、まあ、そういったパンツになってるのかなというふうには思います、ということになります。はい、というのがですね、まあ、ざっと、ノースフェイスの5本のパンツの、まあ、それぞれの、おすすめの方っていう話をしたんですが、あのなぜか不思議と喋れば喋るだけですね、花粉がなくなってきたっていう、まあ、これまさに僕の天職やなというふうには思うんですけども、まあ、そんな感じで、ノースフェイスのおすすめのパンツ5本ということで、以前からリクエストもいただいたんでお話ししてみたという動画になってます。ということで、まあ、今日はこの辺で終わりたいなというふうに思いますので、本日はですね、ノースフェイスのおすすめのパンツ5本を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。